リギダ松は、松マツ族の樹木である。松マツ族に分類。松族の中では福井カンタバー族に分類される。和名は、種商名リギダから、リギダ松と呼ばれることが多い。他に、ミツバ松、アメリカミツバ松など。リギダという種商名は、カタイという英語リジッドに由来する。英名は、ピッチパイン。アシュ。 変種等は認められていないものの、形態的によく似ており、分布域も一部重なる。沼松については学者によっては、本種の亜種に含める時がある。この沼松の他にも、丁田松、駅中松などいくつかの松と雑種を形成することで知られている。アパラチア山脈に沿って、北米大陸東北部から東南部にかけて分布。 オーストラルズ説の仲間では最も北方に分布し、アメリカカナダ国境付近まで分布する。内源もこのグループでは最も北で、ノースカロライナ州西部付近。原産地の気候は、比較的多湿である。平均年間降水量は940から1420ミ、mm、リメートルで、寒気、雨気の区別はなく、年間を通じてある程度降るような地域である。 霜が降りない期間は年間110日から190日ほどであり、気温は生息地の北部の生息地の一部では冬には引く摂氏40度まで低下する。夏には多くの地域で摂氏35度以上になる。本種は多くの場合、土壌が浅く貧しい栄養の場所、もしくは土壌が砂や砂利の場所に限って生息している。 分布域の北部の多くは氷河に削られてできた砂地である。本州は、その上海底が隆起してできたお奇跡度に由来する砂地や岩場でも優先種となる。ニュージャージー州北部、ニューヨーク州南部、ペンシルベニア州南部にまたがる高地や山地では、土壌が浅い休憩者地や断崖絶壁における優先種である。アメリカ北東部、ニューイングランドと呼ばれる地域において、 本州は岸辺や渓谷沿いでよく見つかる。ニューヨーク州においては、標高600メートル以上の場所にはほとんど生えていないが、ペンシルベニア州では、州内のすべての標高で生育しており、州内最高地点の標高979メートル地点でも生育している。グレート、スモーキー山脈及びその周辺においては、本州は標高400メートル付近から1400、 メートル付近で見られる。丘陵地においては、より暖かく乾燥している南斜面や西斜面を好む。口述のように、木材利用としてはあまり有用でないとみなされており、日本をはじめ海外では、特に大規模な移入は行われていない。日本では、植物園や公園に少数が生育する。本種は、松材線中病に耐性を持つために、 この病気による松枯れが問題になっている日本では在来の末に代わってに山野への導入も検討されたことがある。成木の受高は比較的小型ないし中型ほど普通は受高6から20メートルほど。アメリカ合衆国メイン州にある巨大な老木では個体では強硬直径109センチメートル、受高29メートル。 樹幹直径15メートルというものも見つかっている。樹形は曲がることが多く、不規則、樹皮は赤葛色で荒く、臨場に裂けるなど一見すると在来の赤松と似ている。本種は不定目が発達しており、太い幹から直接もじゃもじゃと目を出すこと、一年中樹上にたくさんの休暇をつけていることが特徴的である。 日本では見られない三神用の松の一種。神用は三本が束製し、わずかに曲がる。日本で比較的よく植えられている他の三神用松のテー松や大王松に比べると、葉の長さは短いが、6から13センチメートルほどで、日本の在来の松よりは長い。葉がかなり太くなることも特徴的で幅1ミリメートル以上になる。 お花は黄色がかった色で、成熟時には紫色を帯びる場合もある。長さは13から25センチメートルである。成熟時の雌花は緑色だが、赤みを帯びて見える時がある。それらは丈夫な茎の上に形成され、茎を含めないと8ミリメートル、茎を含めると20ミリメートルの大きさがある。休暇は、他の三神葉松の細長いものに比べると丸く。 卵型。大きさも、日本の在来種である赤松や黒松のそれによく、似ており、長さ4から7センチメートル、熟した球果は閉じている状態で、幅2.5センチメートルから3.5センチメートル、ほどであり、開くと、幅4.5から5.5センチメートルほどになる。輪片状に鋭い棘を持つのが特徴で、握ると痛い。 内部の種子は5ミリメートル程度であり、15ミリメートルから20ミリメートル程度の翼を持つ。旧花は枝から離れにくく、時に10年以上もくっついたままとなることがある。同じように木の枝に何年も松傘を残す松としては、バンクス松やコントルタ松なども有名である。しかし、これらの松が火災の熱によって旧花を開き、種子を散布するので、 樹上の休暇が閉じられているのに対し、本種はこなすとすぐに休暇を開けて、中の種子を散布するためにそれは開いている。新芽は出てきてからわずか3年後には花をつけ、実をつけ始める。2年生の未生苗400本を観察したところ、2年目の成長期終わりにこのうち日本において、計3個の休暇を確認した。このように、生成塾が非常に早い樹木である。 ポット苗は、もっと早く成熟する、可能性があり、稀ではあるが発芽後12ヶ月で、雌花が形成された記録もある。生成熟の早さとは逆に、種子を散布した後の開いた休暇は樹上に長く留まる、ことが多い。花は春に咲く。ニュージャージー州においては、尾花は4月の第3週頃に、雌花は少し遅れて5月の初めに咲く。休暇は10分。 受精した後、翌年の夏の終わりに熟す。本種は、他の松と交配することが、稀にある本種の休暇はおよそ3年ごとに豊作になるという報告があるが、3年などと決まったもので、なくもっと変則的なものである。ニュージャージー州南部において、豊作、大豊作は4年から9年おきに起こっている。強作は稀に2年連続で起こったが、 大抵は大豊作の次の翌年から3年後までのどこかで起こることが多い。種子の散布は成熟後、休暇が閉じたままの時間の長さによって次の2種類に分けることができる。一つは成熟後すぐに休暇が開き種子が散布するものである。もう一つのタイプは成熟後も何年も閉じたままとなり、種子を閉じ込めてしまうものである。は火災の熱によって 開いたり、伐採や倒木などによって休暇が設置することにより、種子を散布する。一つの個体でもこの両方の方式が見られることがあり、同じ種類なのに、なぜ種子の散布方式が違うのかということについては、いくつかの研究がなされている。成熟後すぐに種子を散布する。前者タイプは金塩種の液型ツの方式とよく似ていることが知られている。 ニュージャージー州南部においては、休暇が成熟後すぐに開くとき、種子の散布は11月上旬に始まり、翌年の4月まで続く。液な玉ツは、最初の1ヶ月で全体の69%の種子を散布し、さらに1ヶ月もすると、全体の90%の種子を散布してしまう。熱いリターは、たとえ十分な水分があったとしても発芽するための場所としては、 不適切である。ある研究によれば、火災で焼けておらず熱いリターのある場所では7月の時点で未生苗はほとんど見られなかったが、似たような地域で種子が散布される前の9月に激しい火災があった場所では、1ヘクタールあたり1万6千本から5万6千本もの未生苗が見られた。幹から直接芽を出す不定芽の形成は火災への対応と考えられており、 こうすることによって、火災後いち早く他の樹種よりも再生することができると考えられている。鹿、うさぎ、ネズミによる、食害、干ばつ、風、雪氷などの気象災害や塩害などは松にダメージを与える。鹿とうさぎによる被害は、個体が小さい時や新芽に限られる。干ばつは、多くのリギダ松の未生苗を殺してしまう。 特に2年生以下の若い苗は感受性が強く被害に遭いやすい。1957年の夏季の干ばつでは、ある試験地に前年に取り巻きした種から育てた地樹の8割を固始させた。風による被害で最も一般的なのは何かしらの弱点のある大きな個体での損傷である。しかしながら、ハリケーンのような強い嵐では、 老木や二十年生以上の植林地において多くの個体を倒してしまう。特に根が腐っている個体は影響を受けやすい。湿雪や氷が小や枝に付着してその重みで損傷する冠無理はどの樹齢でも見られる。本種の葉は塩分の付着には本種とともに森林を構成している生き物たちよりも強い。しかし、 ハリケーニや強風によって大量に付着してしまうと、葉を枯らしてしまう。沿岸部では広範囲に見られることがあり、個体を骨子させるほどではないが、成長は抑制される。いくつかの菌類は松を加害するが、多くの場合重大な全身症状は起こさない。幹に寄生するサビ菌の仲間がいくつかいる。葉につくサビ菌の仲間には、コリアスポリウム。 プロイデルマリーサルやピーヘッジコーブなどがいる。小枝には、腫瘍病が発生し、原因菌は、ディプロディアペネアなどである。他の松にも多くの被害を与える松の根口チが、引き起こすネカブゴコロフ病は、根元の心材を犯して、物理的な強度を下げてしまうが、おおむね75年生ぐらいまでは、倒れることはない。多くの昆虫が松を加害する。特に重要なのが、 ガの仲間であるライオチョニアフラストラナやア,アールリギダナである。松の葉につくシャクトリムシはラムディーナ族のガの幼虫である。マサチューセッツ州ケープコッドではこのシャクトリムシが周期的に発生している。1954年の発生ではケープコッドの約2万ヘクタールの松のが丸裸にされてしまった。ハバチキバチの仲間も松を加害するネオディープリオン。 リカンティ n プラティパラドキシュカス、n ピナスレージデーや、キクイムシの一種デンドロクトーヌスフロンタリズなども来る。日本で問題になっている松在線虫病に対しては、強い抵抗性を示す。このことは、線虫が北米原産であり、土着の松に対しては、病原性が弱いことを示す。本種は、型が不揃いで、曲がったものが多く、 アメリカ東部原産の他の松に比べて成長も早く、ないのでに、木材生産用の樹種としては主要なものとは、されていない。しかし、本種は、厳しい条件でも成長できる。かつては、本種は松屋にを取る原料として、船を作る原料や行動を支えるための木材、鉄道の枕木などにおいて、主要な供給源となっていた。これは大量の樹脂を含み、 腐敗しにくいためである。このために、英語では、ピッチパインと呼ばれる。ドイツでは、ラジオの電波塔を建てるのにも使われたりした。今日では、主な使い道としては簡易な建物、梱包材、燃料などである。溶剤としては、評価が低いが、逆に曲がった樹形などが評価を得て、盆栽では、評価が高い樹種となっている。ありがとうございます。